佐賀県で行われている王将戦第6局は2日目のきょう羽生九段が封じた59手目が開封され3四銀から対局が再開しましたここまでの対戦成績は藤井五冠が3勝羽生九段が2勝で藤井五冠が王将のタイトル初防衛に王手をかけています藤井五冠は棋王戦でもタイトル獲得まであと1勝と迫っていますきょう勝って最年少の六冠達成に前進するのか タイトル通算100期を狙う羽生九段が勝って3勝3敗のタイに持ち込むのか、注目の王将戦第6局は今夜までに決着する見込みです。